よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。セパ交流戦、広島東洋カープ対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いやもちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。まずはカープの先発野村がマツダスタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バファローズの攻撃、バッターはヘルマン。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。ボールになります。ボール先行です。空振りになります。ファウルになります。打ちました。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている平野。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは野村、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。インコースわずかに外れた。外れました。際どいところ、これはボールになります。インハイ、空振り。窮屈なスイングになりました。3ボール2ストライクです。打ちました。これはどうか、ライトライナー、掴んでこれで2アウトです。バッターボックス糸井。2アウトになっています。インサイド落ちました。ヒットになった。2アウトランナー1塁。バッターボックスには指名打者のペーニャ。
ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク。バッター見送りました。外外れてボール。ライト方向流しました。破っていった。カーブ、ピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。迎えるバッターは5番 T 岡田。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。いや、小宮山さん、ここは踏ん張りどころですね。どんないいピッチャーでもね、初回っていうのは不安がありますからね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。なるほど。さあ、注目です。外、わずかに外れた。空振り三振を奪います。スイングアウト三振。低めの球でした。こうやって低めで勝負できれば長打は打たれにくいですよね。ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを潰しました。1回の裏、カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますバファローズはご覧のような守備陣です。バファローズ、マウンドに上がるのは先発の金子千尋。どう抑え込んでいくのか注目です。天谷が入ります。さあ、バファローズはエースが登板ということになります。さあ、そのエースをカープ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。落ちるボールです。ボールになります。チェンジアップ、空振りです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク。得意のボールでストライクを取りました。
としました。外れます。打ちました。安達アウト、ツーアウト。バッターは3番丸。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。わずかに入りません。いい角度で落ちました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。バットは動きません。よく見ています。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。2回になります。バファローズの攻撃。バッターは6番川端。さてカープの先発は野村。初球空振りです。インコースこれは外れます。低めはボール。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番に入っている坂口。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク。鋭くついてきました。ノーボールツーストライクです。引っ張った。しかしファーストライナー。打順は8番安達。ツーアウトになっています。初球空振りです。
この球は外れています。外のボールに手を出しました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあカープ、この回は4番から始まります。バッターはエルドレッド。初球空振りです。カットボール、ノーボールツーストライク。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。